東京建築アクセスポイントの磯達夫です。これから宇治庵という茶室の解説をします。この茶室は品川区の御殿山というところにある御殿山ヒルズという再開発の敷地に作られた庭園の中にあります。設計したのは建築家の磯崎新さん。新しい材料、新しい造形を用いた非常に大胆な茶室になっています。それをこれから見ていきましょう。設計したのは建築家の磯崎新さんです。日本を代表する建築家の一人で、建築界のノーベル賞とも言われるプリツカー賞も受賞しています。代表作には群馬県立近代美術館、水戸芸術館、筑波センタービルなどがあります。磯崎さんはいくつかの茶室を設計していますが、その中でも最初に手掛けたのがこの宇治庵です。施工したのは京都の有名な数寄屋大工である中村外次さん。ちなみに宇治庵という名前ですが、道元が書いた「正法願蔵」という書物、その中にですね、この言葉があるそうです。意味は、茶を喫するとは今ここに立ち現れる時間に耳を傾けることでもある、こういう意味を込められているということです。建物の特徴は、まず外観から見ると正円の形をしている。屋根の形が上から見ると丸なんですね。その中に2畳台目のコマと立礼の席、この茶室が収まっているという格好になっています。構造は鉄筋コンクリート造、屋根は鉄骨造になっています。使われている材料が非常に特徴的です。茶室なので、そもそも凝った材料が使われるのは普通なのですが、その中でも非常に貴重な材料が数多く使われています。秋田の杉、丹波の栗など日本の伝統的な木造建築に使われる材料、それから聚楽壁、和紙などですね。茶室の建築でしばしば見られるこういった材料をもちろん使っているんですが、特徴的な材料は屋久杉、この板を駒の中に使っています。床柱には薬師寺の創建当初に使われていた材料、その古材をここに使っている。こういう材料を大工さんが保管していたんですけれども、ここで再利用している。そういう貴重な材料もこの中には使われています。さらに注目すべきは、日本の伝統建築で使われている材料ではない新しい材料ですね。壁にはライムストーンという石が多く使われています。天井にはステンレス、扉にはアルミキャスト、床の間には鉛、そして曲面壁、外から内側に連続的にぐにゃぐにゃと曲がった壁が入り込んでいるんですが、これはチタニウムで作られたものです。ちなみにこのチタニウムの壁のカーブですけれども、不定形にも見える曲線は磯崎新さんの建築にはしばしば見られるカーブです。この曲線はアメリカの有名な女優のマリリン・モンローのボディの曲線、そこから取られたものだそうです。このように伝統的な茶室の作り方と現代的な材料、そして造形の手法、それらを見事に組み合わせたのがこの宇治庵という茶室になっています。